田久保武史のスピリチュアルライトトーク。田久保武史です。このラジオではスピリチュアル精神世界の知識を日常生活、仕事、そして人生の目的、使命に生かすための情報をお届けしています。今日は精神世界の名著黎明という本、これをね書いた芦原美蒼さんっていうね方、著者の方の講演会を主催したんだよね。田久保の運営している CT ピークでね、黎明芦原美蒼講演会っていうのを主催した時のね、その主催したばかりの時の講演会で最初の田久保の挨拶をしたね録音があるので、それを紹介したいんだけど、その時の田久保の気持ちっていうものをね一度シェアしてお聞きいただきたいなって思います。で、黎明っていう本は田久保にとってねどういう本かというとね、大げさに聞こえるかもしれないけど、もう魂の約束されていた出会いみたいな、そんな衝撃があった本なんだよね。これね、別の回の放送でも少し触れたけど、これね出たのが1998年、だから今これ撮ってる2023年から遡るともうちょうど25年ぐらいだよね、四半世紀前なんだけど、未だあの時のような衝撃の出会い、魂が震えるようなね、なんだこの本はみたいな、そんな出会いっていうのはなかった本だよね。で、この芦原美蒼なる人物は一体何者なんだと。でもどこにもプロフィールが明かしてないっていうね話をしたけど、よもや直接会ってかつ一緒に仕事をする、つまりその方の講演会の舞台をね主催する立場として一緒に仕事ができるなんてね、もう発想もないよね。当時はとにかくただ会いたいな、教えを請いたいなって思ってたぐらいなんだけどね。でもそうやって本に出会った頃に思いもやらなかった、さらに言うと魂の奥の方でも完全に忘れてしまってるような思いが、実際にそれから約ね16年後にね実現したんだよね。これはなんかね、夢は叶うとか思いを実現するとかね、そういう話はよくあって、それはね事実その通りなんだけど、もうそんなもの超越するようなね、あれ本当に起きちゃってるよみたいな、本当に今俺芦原美蒼さんの講演会主催しちゃってるよと。今日この集まった会場がねもう本当に満席だったんだけど、著者の芦原美蒼さんの話が聞けるんだってね、本当にみんなね期待してもらって集まってきたんだけど、この場、この会場、このエネルギー、ここを主催させていただいてるその中心にいるんだなってね、なんかそういうね、ものすごい興奮状態だったんだよね。以前の田久保はね、プロレスをやってて、で、学生プロレスなんだけど、だけど、プロの試合と遜色のないお膳立てをされた舞台。これがね、後楽園ホールのリングの上で、ちゃんとテレビの放送局も入ってね、いわゆるホームビデオで撮ってんじゃなくて、ちゃんともう1カメ、2カメ、なんだ、いろんなところにあるわけで、リングサイドとかカメラさんがいたり、固定カメラあったりとかね。そしてお客さんが入って、全くプロと同じようなあの舞台に立てて、後楽園ホールの花道を歩ける。もう、その歩いてる瞬間死んでもいいって本当思っちゃうぐらいの、もう超素晴らしい舞台が、実際に自分がそこのメインイベントで試合ができるっていうのはね、本当に素晴らしい舞台だったんだけど、その瞬間はあんまりそんなこと考えてないというか、もう必死っていうかね、ただただひたすらその舞台の中で自分の役割を全力を尽くすっていうことしか考えてないので、後になってだよね。後になって、いやすごい経験しちゃったなと。これはね、人によっては何の価値があるんだって思うかもしれないけど、そこに価値を持つという視点の人から言えばね、あの瞬間、世界で、宇宙で、後楽園ホールのメインイベントのリングの上で、もう大喝采を浴びて、だって普通さ、日常生活で人からさ、うおーって言われることないじゃない。うわーってもうなんかとりあえず拍手しとこうかとか、普通にえーすごいねって言われることあるけど、もうそんな言葉も忘れてうわーって言われるね。大喝采を浴びて、その時ねおひねりまで飛んだからねすごかったんだけど、後になってすげえとこですごい経験したぞ俺はっていう気持ちがあったよね、後楽園ホールの時でね。その今回の黎明芦原美蒼講演会を主催した、その主催者としてあの会場の前で挨拶をしてる時って、後で振り返るとあれ待てよっていうのがあるわけ。なんかとってもすごいことやっちゃってるぞと。だって黎明の読者の方って全体的にはそんないないよ。この一般的なねベストセラー
みたいな何万部って売れてる、まあせいぜい1万か2万部ぐらいだと思うんだけどね。でもそれが市場に出て実際に手渡って夢中で読んでる人、そこに価値を感じてる人なんてすごく少ないと思うけど、これね見えてる範囲ではそうだけど、これ霊的な価値という観点から言うとね、この今地球上に必要な真理を指し示す黎明という著書の著者である芦原瑞穂さんの舞台を整えているのは、この地球の中で宇宙の中でここしかないぞみたいなね。あくまでも拓保の価値の中ではあるんだけど、拓保の価値の中の中心の中核の最も大事なことやってるぞ。変な言い方だけどね、裏を返せば他の誰かにやられてしまったらもう一生立ち直れないぐらい落ち込むぐらい自分にとってはこだわってるところでもあるし、自分がやりたかった、まあそういう意味ではもうこれはエゴの世界かもしれないけど、でもあのエゴ上等だと思うんだよね。やっぱり自分の大好きなことを実現する、黎明が大好きってのは悪くはないけど潰しきかないよねということをね、自分で自分に言ってたんだけど、でも潰しが効いちゃったっていうのがあるわけなんだよね。大好きなことの中核の中心の舞台が用意されてしまって、そしてそこを担当させていただいてるっていうね、なんて幸せなんだろう、ありがたいなっていうことは後になってね、まあ、講演会が終わってちょっと冷静になった時に、好きなことをもう土直球にもう一途にやってきて、なんかそのことをね褒めていただいたというか、ご褒美をいただいたというか、そんな気持ちはねむしろ後になって思ったよね。でこれはね、後から振り返ったらそのね魂の縁だったんだなとか、いろんなことはね冷静に、でもそういう角度から考えた方がわかるなって理解になるんだけれども、これからその講演会を主催した時の冒頭の主催者の挨拶のね録音があるので、これをね聞いてもらいたいんだけど、ここにねいわゆるこの著者との何とも不可思議な縁というか、その出来事であるとか、またその必然性であるとか、そういったものを私のある意味興奮状態で、でもその興奮を抑えながらも、これからいよいよ黎明の著者の芦原瑞穂さん、読者の前に最初は出ないと自分で言ってたんだけど、ある必然性があって満を持して登場して、何のためにかというと、この情報、この黎明の情報、黎明が指し示す真理の情報をそれぞれの方々の今いる場所で実践していただくことが、今まさに直面している大いなる地球の変容に大きな良い影響があるんだよと。だからいよいよ、もういろんな意味でね、芦原さんよく言ってたんだけど、いよいよ読者の前に出てかなきゃいけないだろうなっていう、非常にその切迫したね、そういった思いがあったっていうことも言ってたんだよね。そういう全体的な目的の中で、直接的にエネルギーで波動でその必要性をお伝えする時が今来ましたよっていうね、まさにリングに迎えるプロレスラーのね、あのリングアナウンサーのような、あんな気持ち、いよいよ世紀の戦いがこれから起こる、まあ戦いするわけじゃないんだけどね、もういよいよ実現しますよって、赤コーナーっていうね、あのこの感覚ね、そういう拓保の深いところのエネルギーをね、これから聞いていただくその時のね貴重な録音から感じてもらえればいいかなと思って、今日その時の挨拶をね聞いていただこうと思います。いよいよですね、講演会の日を迎えたわけですが、この黎明という本出ましたのが、ちょうどこの12月で16年、つまり16年前の1998年に初版が出ました。あの初版が出た時はですね、あの今おそらく皆さんがお持ちいただいているものと違って、この一冊にまとまったね、このハードカバーのこういう本なんですね。これ私が実は16年前の12月ですね、ちょうど今ぐらいの時期に東京駅のですね八重洲にあるブックセンターでね、まあ、私はあのこういう精神世界がもう本当にね好きで、まあ、いろんな本を読み漁っていたんですけども、まあ、その時ですね、八重洲ブックセンターというところの精神世界コーナーでね、このちょうど平積みされてました、16年前の今ぐらいの時期で、パッと目について、で中をね読み始めた時に、なんかものすごくね自分に関心のあることが目次に書いてあって、まあ、欲しいなと思ったんですけど、ものすごく分厚くて、もう細かい字が書いてあるしね、当時これ合本だったんですけど3500円で、さあどうしようかなとかね一瞬思って、まあ、今度かなと思ったんですけど、出口まで行った時にですね、もうどうしても頭から離れなくてですね、
もうその時は迷いなくささっと戻ってパッと取ってパッとねレジに買ったのを覚えてます。あの仕事の途中だったんですけども、帰りの電車でずっと読んでね、私もよく山手線ぐるぐる回りながら本を読んでよくサボってたんですけど、この本はねそういうふうに読んだりもしてました。でそれからですね、あの16年の月日が経ちまして、今回主催させていただくいきさつをお話しさせていただきますと、非常にねもう吸い込まれるように読んでて、ものすごくねあらゆる今までなんとなく曖昧な表記しかなかったようなさまざまな情報がの点と線がこうつながって、さらにその行間がですねこれでもかってくらい緻密に書かれていて、一体こんな確かめようのないことをねここまで表現できるって一体どういうことだというね、この内容そのものもそうですけど、この本を書いたソースというか、そういうところにねものすごくやっぱり関心が湧きました。で当然それを書いているこの芦原瑞穂なるですね方は一体何者なんだとものすごく関心があってですね、でどん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 こう読んでいると最後のエピローグにですね、著者のプロフィールには関心を持ってはいけませんとね釘をバシッと刺されてるわけですね。でも読んでるプロセスではずっともうどんな人なんだろう、会ってみたいな、いろんなことを教えてほしいな、そしてこの確かめようのないと私が思っているねあらゆる情報をここまで緻密に表現しているそのソースというものに、やっぱりどうしてもそう言われてもありたいというね気持ちがどうしてもありました。で初版が出て3年間ぐらいそういう形で読みながら何回も何回も読みながらですね、同時に著者のプロフィールに関心を持つなと言われながらも持ってしまうというね、そういう自分自身だったんですけど、まあある時ですね、ある方がある日突然ですね、今から13年ほど前なんですけど訪ねてきました。で、まあ、この辺のいきさついろいろ話すと長くなってしまうんですけど、簡単に言うとですね、入ってきた瞬間にあ、黎明の著者さんだっていう直感があったんですね。で、実はちょっと知り合いから聞いてここ近くに来たので立ち寄りましたということで、ちょうど私しかいなかったので私が応対させていただいたんですけども、その時ですね、多分この方黎明の著者さんだというのがずっとあるので、さりげなくこう、ね、どんなお仕事されてるんですかとかね、そんなこと聞いていたらですね、いやちょっと一般的に言う仕事とは違うんですけども、まあ、磁場調整的な仕事とか思わしますかみたいなね、そんなこと言って、もうその瞬間私はそれはもう聞き逃しません、もうビンゴと思ってね。でさりげなく黎明の著者さんでいらっしゃいますよねって言ったら、はいそうですってなって、もう私はもう電撃が走ったというかね、ああやっと会えたと思って、しかもなんかこんな偶然というか、ね、全く何の予期せずお会いできるんだなという、ね、ものすごく私にとっては衝撃的な体験をしました。でそれがきっかけでご縁でですねご指導いただくような機会も得まして、で私は特にその時の記憶がものすごく強く残ってまして、その後の自分の日常生活や人生、またこの仕事を展開していく上で、この黎明に書かれている情報をどう自分に生かしていけばいいのかということがね、ものすごく加速した記憶があります。でまあそれから時月日が流れてですね、昨年、ただ一度だけですね、この黎明講演会というものが行われまして、セミナーが行われまして、でそれを皮切りに今年2月をスタートとして、なんとですね今年は、今日が実はその締めに当たるんですけれども、大小含めて13回ほどですね、13回か14回ぐらい、もうありとあらゆるところからオファーがかかり、で私もその中でねいろいろと主催も関わらせていただいたんですけども、一気にですね今年はこの黎明のね、この講演会セミナーというものが開催されて、そして今日がねまさにその締めにあたる日になります。まあそういう形で、この現象を見てもこの黎明の情報に、まあ、こう引き寄せられているというか、このここにいらっしゃる皆さんがですね、もっと大いなる意識から必要とされている時期が来ているという、そういうふうにいろんなところで言われてますけど、それがねもう本当にこの現象を見ても感じるなって私もね、思います。で、まあ私自身もですね改めてもうずっと16年間読み続けましたけど、この直接、この著者の先生から芦原瑞穂さんからこうダイレクトにですねこの情報を聞く、そしてまたいろいろ質問ができる、またその言ってる情報のその奥にあるこのエネルギーをこう感じることができるということによって、よりこう深い理解であるとか、その業界に詰まっていたもっとこう奥の方にあるですね、からくりであるとか、まあ、いろんなものがこう自分で腑に落ちる体験をいろいろとさせていただいて、変容の時代と言われていることをね実感することがねすごく多くありました。今このタイミングで、この黎明のね情報をダイレクトに、その著者からお聞きできるね、皆さんも本当にこの大きなお役割があると思います。これは今日一方的に先生がこう話すお話を聞くというよりも共同作業なんだよということもよく言われます。
当然先生もこう普遍式を通して芦原瑞穂さんを通していろんな情報をまあ下ろしているというかね。で当然そのことにこうして皆さんも普遍式が皆さんを通していろんなこの考えとか思いとか、もしくは疑問点とかも出てくると思います。でそれをまたこうぶつけていただくことによってまた大いなるですねこの共同創造というかですね。でそれは実はこの場所に集まった今日ですねあの100名以上の方がお集まりいただいてるんですけど120名近くの方がですねだけではなくてそのエネルギーが もっとねもう私たちの想像を超えた領域に影響を与えているというふうにも私は学ばせていただきました。ぜひねそういう一端を今日お感じいただければなというふうに思っております。はい、それではですね先生をご紹介いたします。芦原瑞穂先生です。それでは皆さん拍手でお迎えください。はい、ここまでが今日のお話です。肝心なのはまさにこれからというところで終わってしまって申し訳ございませんが、この先の講話録音は芦原瑞穂さんのご意向もあり一般に全公開ではなく私の立ち会いのもとクローズされた中での公開となります。この先は宣伝ですが、この2014年12月20日に開催された CT ピーク主催の黎明芦原瑞穂講演会の講話録音を全講話の字幕と貴重な解説用の画像や図表を交えてご紹介する黎明芦原瑞穂オンライン講演会を主催しております。詳細やポイントは私の YouTube ビデオも交えてウェブサイトでご紹介しておりますので、ご興味がありましたら概要欄の URL からチェックしてみてください。このラジオを収録している2023年の直近では8月と9月に新日程を設けました。それ以降にこのラジオを気になれた場合でも不定期に開催しておりますので、ウェブサイトから日程をご確認ください。今日の話を気に入っていただけましたら、いいねやコメントでお伝えください。またチャンネルのフォローもお願いします。それでは次回の放送もお楽しみに。ありがとうございました。